やばい、緊急事態です。今ね、首掛けクーラー、ネックファンの動画を撮りに行ってた帰りなんですけど、車はね、なんかめっちゃ変な音し始めたんですよ。で、ちょっとこのまま帰るのも怖いので一旦止まって、近くのね、ダイハツに連絡したら、とりあえずすぐ持って来ていただけるならって言われたんで、今からちょっとね、最寄りのダイハツに駆け込んで一回どんな状況なのか車見てもらおうと思います。なんかね、もう一個気になるところ、アクセル踏むじゃないですか、で、前のこの緑とか青とかにこう変わる、この切り替わりの時にね、坂道のちょっとこう最初の踏み始めから、こう青に、緑から青に変わる瞬間の時に、今までこんな音してたかなっていうような、そんな変な音じゃないんですけど、なんかドロロロロロみたいな音が、それもちょっと多少は気になってたんですけど、薄い泡に変わる瞬間ぐらいだけちょっと大きめの音がするみたいな感じ でそこを超えてしまうと別に全然何もないんですよ。ちょっとアクセルをそこまでガツンと踏んでない、山道をずっとこう今から登るぞぐらいの時ってだんだんちょっと弱くなってくるじゃないですか。だからちょっと踏み始めるでしょ、あの辺りぐらいの時に多少なんか音が気になるような気はすることがあったんですよ。でもその今回鳴ったファン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 っていう音とは全然違う音やから、それは関係ないと思って、でちょっと急な坂道を2週間か3週間ほど前に登ったんですけど、その時にこうグーって踏んでったら、今までこう、ブーンっていう音はするし、あのターボのフィーンみたいな音も聞こえてくるんですけど、それは変わりなくて、そのブーンっていう音の方がブーンみたいな、あれっていうようなみたいな感じの音が一瞬して、そこのゲージ超えるじゃないですか、はい、もう完全にあの緑の方からもう青に全部もう行ってしまってる状態の時、登ってるんで、はいはい、あの時はもうそこからうーんって言っていつもの音っぽかったんですけど、まあ、そういうのが2、3週間前にもあったっていうのはありますけど、強気になったんで、ベルトのその状態、亀裂は全然ないんですね、ベルトの緩みっていうのも確認はしてるんですけど、音が発生するぐらいの緩みではないんですよ。前回はほんまにキュル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 言ってたんで、キュルとかってすごい分かりやすかったんですけど、そう、ベルトもね、ある程度緩んでくるとどうしてもこの負荷かかったらこの滑るんで、それで音が発生するんですけど、今現状はなりそうな感じの緩みではないんで、パッと見てじゃあ調べて、ここは悪いですよっていうところは見当たらない、
なんかね、そのホースが抜けてるとかそういう感じでもないんです、ね、今結構差し合わなかったんですけど、エアコンでもなさそうだし、あのエアコン切ってもらって買われへんかったっておっしゃってたんで、うん、多分エアコンではないと思います。そこで変化あるんやったらね、まずエアコン系統を、あの、伺っていってもいいかなとは思うんですけど、何も変わってなかったと思うんですよ、エアコンでは。あんまりエンジン切るまでは何も変わらなかったみたいな感じだと、いろいろちょっと下がったけど、ちょっとしばらく乗ってもらって一回こうエンジン多分止まっちゃうと多分音消えちゃう可能性あるので、もし大学の近場とかになるようであれば、アイドリングでもこう止まらないようにしてもらった状態で一回寄ってもらえたら、今ですみたいな、寄ってますみたいな感じで、じゃあちょっとアイドリング切っといた方、ストップ切っといた方がいいですよね。そう、今回のお話でもやっぱりエンジンが一回こうストンと落ちてから止まってるっていうことやったんで、多分何かしらそのエンジン系統での音やとは思うんですけど、エンジンか、エンジンややな、怖いな。エンジン本体どうこう分かんないと思うんだね。分かりました。じゃあちょっと一回それで様子見てみて、すいません。今のところは全然あの何もないんです。何もないですか。はい、すいません。まあ良かったですけど。ありがとうございます。ありがとうございました。それかと、録音とかでもいいんで。あ、そう、今鳴ってる時に、これですみたいな、あ、めっちゃ焦りますけど。なるほど。じゃあもし余裕がありそうやったら取ってくれば分かりやすいですか、ね、それでも材料の一つにはなるので、なります、はい、分かりました。じゃあできたら取れるように頑張ります。ごめんなさい。はい、ということでダイハツに行ってから 2,3 日経ちました。でその間もずっと車乗ってたんですけど、まあ、変な音がするということもなく、今のところ無事に何事もなく過ごせてます。ただね、まあ、あの様子見てみてくださいって言われてるので、今後もねちょっと気をつけて様子を見ながら走りたいと思います。今ね夏でちょっと暑いので車中泊に行くっていうこともないんですけど、遠出することはやっぱりあると思うので、ちょっとこれからもね気をつけて様子見ていきたいと思います。いやーマジビビった。車なんかおかしくなったらどうしようって、もうほんまねめっちゃ不安やったんですけど、特にこれといって、なんともないですよって言われてるので、とりあえずは一安心かなと思ってます。いやよかった。いや分からんけど、このことはね長いこと付き合っていきたいと思ってるので、大事にねちょっと様子を見てあげようと思います。よしよし、では石井子でした。